皆様どうもおはようございます。久保塚さぬきと申します。よろしくお願いします。本日はゴリゴリケルケル、ゴリケルですね。うめえ、こっちちょっと強いんだよね。使ってたらわかるけど、ということで場所はなんだっけ、狂乱動乱。はい、条件はですね、まず開始10分以内に宮本武蔵を出現させる。でそれとは別に300人撃破と。この300人は時間制限関係ないんだけど、10分以内に武蔵出現が超ハードらしいんで、またこれもメッセージをスタートをしてやり過ごそうって書いてあるけど、いけなかったよね前回。これなんだろう、プレツ版はできたのかな、そういうことなのかな。でなんか結構ハードらしいんで、中断セーブをちゃんとしましょうみたいな感じなんで、まあ使っていこうと思います。この中断の窪塚とも、地元では中断の窪塚って言われてた。俺中断をやらせたらもう右に出るものはいないよってことで、まあこの攻略サイトガン見しながらやっていきます。僕は武蔵、はい、見つけたこんなところでも会えるなんて、キモい顔が。第4ゴリケル狂楽動乱、ゴリケル動乱。綺麗に切ってあげるよ、切って綺麗な切り口で頼む。肉はね、刺しが大事なんで。なんか俺見たぞ武蔵の時に。これまず笑みがこぼれるシーンですよ。僕がいつも笑っちゃう、楽しすぎる。この長いこのストレートずっとあれで走ってきたと思ったら涙が出ちゃう。刀が汚れるだけだ。なんで切ったのじゃ。よかった君がいた、宮本武蔵なら切りがいがある。うむ、小次郎、説明しよう。説明。今二条城で家康と秀頼が会見して、はい、僕が謝罪会見してんの、騒ぎを起こす。はい、それを家康暗殺を企む豊臣の陰謀だと難癖をつける。わかりやすい。そして秀頼を、お風呂に入りて、もう今日いっぱい汗かいたもん。どういう企みだ。なるへそ。何のつもりだ。宣言だよ、君を含め。ポツダム宣言か。そろそろこの動画がいつ上がって、あ、お手手だ。この動画がいつ上がってるかわからんが、ポツダム宣言する。うむ。ワンちゃんが吠えた。消えた。で、臭そうだな、相変わらず。さあ、これで、まず二支度から。武器は氷で強いらしいんで、これでいきましょう。で、まあ、スキルはまあ、なんか結構ないね、ここ。いろいろない、いろいろ足りてないけど。よかろうということで。剣豪を迅速に登場させる。さらに多くの敵を撃破する。さっき言った通りですね。で、まず、浪人4人を全員ぶっ飛ばそうってことだ。こいつらですね。ぶっ飛ばしましょう。まずはそっから。そっから始まる。ドン、チン、チン、チ、パッ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 パン、ドン、チ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 、パッパッパッ。この音楽いいよね。でまず、あ、さあゲージがないんだ。まだゲージが欲しいんです。私ゲージが欲しい。ゲージを貯めて、この無敵化して、これで火力がガン上げなるんで、もうこれで全てを。メメンチョ。残念、わしの暗殺は。タヌキ狩りの方法だ。怒ってる、みんな喧嘩してる。なんでこいつまだ死んでないのか。うわ遅延行為、そういうやつ一番。あと一人どこ、メメンチョ。あれどこ、あと、あ、いた。なので基本はもうこのハイパーパワーモードでこれで攻めましょうって。なんか体力がちょっと減ってないですか。お団子ちょうだい。で、マップ北で、タイロを確保、セシメンタルみたいなのが始まるんで。そう、行きましょう。
これ何こいつちょっと硬いんだけど行きましょう。こっちでいいの発生しますこれ。発生しないですよ。これ上に来ないといけない。はい、まだでごわす。あ、来ましたよ。あ、来た。で、これで全員ぶっ飛ばそうと思って。あ、ちょっと待って、ガードされた。ガードされちゃダメなんだよね。ちょっとね、ガードされちゃダメなんですよね、このゲームは。わかります？ノンのガードなんですよ。ノンが。これ体力少なくないかな、こんなもんだろ。これで無敵になって攻撃、なんでそんなうまいこと攻撃できんの、無敵の瞬間。こいつ何なの。これでどんどん行きましょうっていう、この間にもレベルを上げていきたい。時間がニャーで、とりあえずなんかいっぱいいらっしゃいますよ。でこんなうまいことガードできんだよ。撃とう。これ凍ったら撃ったら入るんだよ。ただ凍んない限りはなかなか当たんないっちゃっていう癖のある武装。ずっとガードしてんだお前は、うんこ決まってるみたいに。全員やった。もう一人だ。入り、なんだうまいことこいつか。誰だ、なんか爆弾投げてるアンポンタンは。うざすぎこいつ。なんだこんな、もう許さんちゃ。どこのドイツだ、いない。爆弾お前か。なんでこっち死なないの、女の子。そっちじゃないよ、こっち。何で、で、マップ西の突き当たり前まで行く。はい。暗殺の権利をかけようとした我らの策。マップ西の突き当たり、西の突き当たり。気にしないでいいよ。僕は全員切れば済むことだし。急げ、間に合うか。敵は僕がみんな切ってあげるのに。公認に豊臣方の兵士が潜んでおるやろ。こうやってこの間に、ザコも切っておくとちょうどいいよねっていう、グッドだよね。ここにいようっていう。はい、ここにいますじゃん。これで浪人が出てくるんだって。うるせえなこいつ。やっぱダメだね、キャンセルできないよ。完成できてない。何このゴミ、なぜつくんだお前は。来た、よし。コカ西の詰所って、であいつも倒さなきゃなんねえの。さらに6人、これか。で、ここでセーブしといたらいいらしい。セーブしよう。マニュアル人間でいくわ。で、たくさん倒そうって、とりあえず。なんで、弱そうなやつがうろつくんじゃねえ。お前、誰に出んだ、この。ゴリケル見て弱そうっつってんの、こいつ。見る目ねえな。え、これ何、下行けないの、こっから。これは。きつ。あ、お金、ちょっと金取っちゃった。今何分、うわ、もう5分半もやっちゃってる。え、なにこれ、どっから入んのこれ。うん、こっちよいしょ。どこ、いない、あ、いた。はい、なんでそっち回るの。こいつガードしやがる。
じゃあこれなんかタイムがないんでこうしないと。OK、いいよ。下も行こう。はい、いろいろ教えてくれ。あの佐々木小次郎だな。いいよ、でんでん行こう、でんでん。だが清正公ならきっとぐんぐん倒していくよ。こんにちは、なんかいろいろ教えてくれる。ウィキペディア見て。こいつを倒して豊臣の恩寵にありつこうぜ。まあ、これはなんか無視していいらしい。で、はい、まだこいつ出てくるの。だってけっこう死んでますよ。まだまだ来てあげなくちゃ。ほら、上行けんのか。よし、時間がなくなるじゃん。もはやこれまで。なんか出てきた。キモス出てきましたよ。待て。なに。清正を速攻で倒さないといけないって。待てこれ。待て。オッケー、いいよ。で、すぐ秀頼が出てくる。こいつをぶっ倒そう。待ってきな。あと2分半、急げ。早く喋ってくれ。お、急いでんだよ。お、いいんだよ、早くしとくんなまし。そこか。まず間に合うか。こっちからいける。なんかいけなさそう。なんか出てきた邪魔なやつが。秀頼をぶっ飛ばす。そっから始まる。前でもいいでしょ。うわ、出された。じゃあこれでぶっ飛ばす。 OK、 いいよ。まだ出てきた。え、これ待って、紹介状況ない。これ秀頼ぶっ飛ばしていいの。待て、詰め所に行かないといけない。やめろ、あと1分。まずい。出現さえさせたいんだよ。はい、来い。あ、よっしゃ、出てきた。それにかけたのが当たったな。最初はもう今日。うめ。これでオッケーでしょ。ぶとしいのも。これでちょっと待て。ちょ、やめて。もう。これ武蔵の撃破だよ。倒しちゃダメだよ。まだまだ切ってあげなくちゃ。よし、できた。どこ？あ、そこ。本来はね、なんでそんなうまくガードされるの。なかなか本当はね、うまいことをやれるんで、相手の攻撃を誘って攻撃したりするとね、うまいこといけるんだけど、今回うまいこといかないの。なぜなら疲れてるから。そういうことにしてくれ。汗が止まらない。クーラーをつけても汗が止まらない。ゲームというのは、人の体温をここまで上昇させるのか。
恐ろしいぞ。もう自分何喋ってるのか分かんないよ。もうこれ5本目だから、5本目はね疲れちゃうっていう。どこが駅かっていうのが何か分かんない。これあ、ここか、こっちね。よし、これで OK。 これでゴリケルはさらに強くなる。お前なら強くなれる。武蔵小次郎、ロケット弾が待ってるぜ。てかなんかポケモンあれ主人公変わったんでしょ。武蔵と小次郎もいなくなっちゃうの。もうロケット弾はもういないのか、捕まったのか警察に。うまいけど、なんでそんなうまいこと当てられんの。どういうことだこれ。え、死んだなお前。よし、44、不吉、終わった、死んだぜ。なんか途中で倒した浪人をちゃんと時間内に全部倒せたら一発で秀頼が出るらしいんだけど、チンタラしてると清正が出てくるんだって。そういうことらしい。なんだこのゴミは、いらんこれよ。しかも氷属性いいじゃん、いいじゃん。無双っているのこれ。無双いらないけどね、そんな使わないし。はい、ということですね。無事ゴリキュルも達成ということで、残り1人か。いやー長かった。はい、ありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら。